ただいまご紹介に預かりました、特許庁総務部総務課調整班の、業務係長川島と申します。減免制度が、今年の4月から、大きく変わりまして、まあ、今回新減免制度についてということで、60分でございますけれども、簡単にご紹介させていただきたいと思います。お手元に、水色の、テキストがあるかと思うんですけども、基本的にこれに基づいて、講義を進めていきたいと思います。スライドを印刷したものになっているんですけど、基本的にこちらに映しているスライドと、変わりはありませんので、どちらか一方ご参照いただければと思います。では早速講義の方に入らせていただきたいと思います。本日は、このような流れでご紹介させていただきたいと思います。はじめに、減免制度の概要についてご紹介させていただいた後、今回の新しい減免制度において、どういった方々が減免の対象になるのかというのをご紹介させていただきます。その後、減免、具体的にどうやったら減免申請ができるのかという方法を紹介させていただいた後、最後、国際出願等の軽減制度や、審査請求料の値上げ等についてもご紹介させていただきたいと思います。じゃあ早速、入っていきたいと思います。まず減免制度の概要についてということです。ご存知の方も多いと思うんですけども、特許を出願してから、実際に登録されて、維持、していく中で、一体どういったお金がかかってくるのかと言いますと、まずはじめに、まあ、出願料というものがかかってきまして、次にその審査をお願いするときに審査請求というものをするんですけども、そのときに審査請求料というものが大体これぐらいかかってきます。で、最後、特許が認められて登録になった後に、毎年、まあ、維持費みたいなものが、まあ、特許料という形で、かかってきまして、それぞれ、年度ごとに徐々にこう、金額が上がっていくんですけども、このような形の料金になっております。で、特許を出願してから、登録が認められて、だいたい10年間維持するっていう風になった場合、まあ、だいたい40万円ぐらいかかるという風に言われております。これはなかなかの高額な料金かと思います。で、そこでなんですけども、まあ、視力上の制約により手続き等が納付できないとの理由で特許権が取得されない。まあ、要するに、その、お金がないので、特許を出願したくてもなかなか、特許出願ができない、まあ、特許権も維持することができないというふうなことになると、まあ、その発明を奨励したり産業の発達に寄与するという、まあ、特許法の目的が達成されませんということで、そこで、まあ、特定のものを対象に、まあ、手数料を、まあ、軽減もしくは、まあ、免除することによって、まあ、どんどんその出願をしてもらいましょうというふうなのが、まあ、減免制度の趣旨となっております。で、まあ、それぞれの手続きの際に、まあ、申請を行っていただくことによって、まあ、こうやってその手数料が、ま、その半額になったりとか、ま、その免除になったりするようになっております。で、具体的にその減免対象になっている料金なんですけども、ま、二つございまして、一つはその審査請求料、まあ、審査をお願いするときにお支払いいただく審査請求料と、あと、もう一つ特許が認められたのに、毎年お支払いいただく特許料、まあ、この二つが、ま、その、お支払いいただく料金の中でも比較的高額になりがちな二つなので、まあ、減免が認められております。で、国内出願においてなんですけども、実際減免の適用があるのは、その、この審査請求料とその特許料で、しかも特許料はその10年目までで、まあ、その、大体20年ぐらいまで維持できるんですけども、実際に軽減が、や免除がされるのは10年目までとなっておりまして、まあ、それ以外の手数料については、例えば出願料ですとか、まあ、11年目以降の特許料ですとか、まあ、こまごま、それ以外に、まあ、こまごました手続きでかかってくる手数料というのは、ちょっと、今のところは減免規定はございません。で、あと、その、よくご質問を受けるんですけども、その、衣装や商標についても減免はあるんですかという、まあ、質問を受けますが、今のところその特許庁においては、その、衣装、商標については、その減免規定はなくて、基本的には特許のみになっております。で、実用新案も、一応個人さんであれば減免は受けていただくことはできるんですけども、中小企業さんですとか大学等については、ちょっと実用新案で減免を受けていただくことはできないようになっております。で、まあ、そんな減免制度なんですけども、今年の4月に、大きく改正されまして、まあ、具体的に、二つの点で大きく変わりました。まあ、一つは、その、対象者が、大きく拡大しまして、従来ですと、研究開発型の中小企業といったものとか、あとベンチャー企業といったもの、その、極めて、その特殊な、
まあ、中小企業さんの中でもちょっと特殊な中小企業さんが、まあ、対象だったんですけども、まあ、それがまあ、ほぼまあ、すべての中小企業さんが、まあ、受けていただくことができるようになりました。で、手続き面でも、大きく簡素化されまして、その、減免申請を行う際に申請書ですとか、あとはその、まあ、自分がその、中小企業であるということを証明するための、まあ、その、証明書類みたいなものを、まあ、提出いただいていたんですけども、実はこれがもういらなくなりまして、申請書も、まあ、その、証明書類もいらないというふうなことになりました。なので、まあ、その、私は中小企業ですというふうにもう言っていただければ、もうそれで減免が受けられるというふうな、なかなか衝撃的な改正かなというふうに僕は思っております。で、ポイントということで書いてあるんですけども、ですね、実はその、まあ、今回4月にま、減免制度が大きく変わった、まあ、新減免制度というものが誕生したんですけども、実はその昔の旧減免制度というのも、依然として残っておりまして、ですので今はその減免制度というとその旧減免制度とその新減免制度の二つが同時に走っている状態になっております。で、その新減免制度が、か旧減免制度どちらが適用されるのかというのがまあ審査請求日によってちょっと変わってきまして、まあ、今回のその新減免制度が適用されるのが、まあ、その2019年の4月1日以降、まあ、施行日以降に審査請求をした案件、のみが、対象になっておりますので、それ以前にも、審査請求をしたもの、例えば、その結構昔にもう審査請求して、もうすでに特許査定を受けていて、まあ特許登録になって、まあ、これからまあちょっと特許料の減免を受けていきたいというような場合、ではちょっと残念ながら新減免制度の方の対象にはならなくて、従来通りその旧減免制度の方の対象になるというふうな、その整理になっております。で、あとよくご質問を受けるんですけども、先ほどその個人の方であれば実用新案の減免が受けられるというふうに申し上げたんですけども、今回のその減免制度の改正はちょっと実用新案はもう一切対象になっておらず、実用新案についてはまあ従来通り申請書や証明書類がまあ必要になってきますので、そこだけご留意いただければと思います。で、次のスライドに行きまして、こちらはその、要するに新減免制度か旧減免制度、どちらが適用されるのかという、その適用関係を、まあ、表にしたものなんですけども、例えばその、審査請求の減免をするときに、まあ、これから審査請求をすると思うんですけども、そういったものについては、まあ、これからその審査請求をするものについては、まあ、何ら問題なくその新減免制度で、減免を受けていただくことはできるんですけども、その注意していただきたいのが、その一番下のこれでして、まあ、その、これからその特許料の減免申請をしていきたいというような場合でも、その審査請求日がもう結構昔のも、にされたもの、審査請求が結構昔にされたものであれば、その、残念な、これから減免申請をするというような場合でも、旧減免の対象になってしまうということで、まあ、審査請求日が、基準で判断しますので、その審査請求日が昔であれば、それ以降の減免申請もずっと、その、旧減免制度がその、ついてくるというふうな、そういう適用関係になっております。まあ、今のタイミングだと、多分、ここの方が一番多いのではないかな。結構、その出願から、その審査請求までだいたい3年空けられる方が多いので、昔に出願されて、これから審査請求をするというような、まあ、これの方が今多いんじゃないかと思います。その出願自体は全然昔でも、問題はありません。で、次にその新減免制度の対象者に入っていきたいと思います。新減免制度において、具体的に減免が受けられる者というのは一応これだけございまして、まあ、その、旧減免から大きく変わったのは、この中小企業という枠が新たに増えたところなんですけども、まあ、それ以外のところについては基本的に旧減免とは変わっておりません。で、まあ、これからちょっと、これらのその企業さんやもしくは大学さん等が、まあ、具体的にじゃあどういった要件を満たせば、その減免申請をすることができるのかというところについて、一つずつちょっと紹介していきたいと思います。で、企業というふうに名前がついているものは、一応法人さんの場合と個人事業主さんの場合、二つのパターンに分かれておりまして、その申請、満たすべき要件も、その、
法人さんの場合と個人事業主さんの場合で少し異なってきますので、それぞれ場合分けしてご紹介していきたいと思います。じゃあまず一つ目、中小企業の法人さんの方の要件なんですけども、軽減率は2分の1、半分になっております。中小企業を各法人さんが満たさなければいけない要件は大きく分けて2つございます。で、そのうちの、まあ、要件1番っていうのを、まあ、このスライドでご紹介しているんですけども、まず、満たさなければいけない要件1番なんですけども、以下の従業員数要件、または資本金額要件のいずれかを満たしている会社であること、ということで、まあ、この表にあるような、まあ、その従業員数ですとか、資本金額のどちらかを満たしている会社であることが、まあ、条件です。これはまあ、その、割と世間一般で言われている中小企業の定義、まあそのままでして、まあ例えばその製造業さんであれば、その従業員数が300人以下であるか、まあもしくはその資本金額が3億円以下であるか、のどちらか一方を満たしていれば、一応要件1はクリアというふうになります。でもそういった、従業員数要件または資本金額要件をいずれかを満たす会社であるか、あるいは、以下のいずれかに該当するものということで、まあ、その、要するに組合でございます。なので、要件1番としては、まあ、こういった条件を満たす会社か、あるいは、まあ、ここに掲げるような組合ですとか、あと、まあ、その、NPO 法人みたいなものであれば、要件1はクリアです。で、中小企業さんが減免を受けるためにもう一つ満たさなければいけない要件は、要件2番ということで、まあ、大企業に支配されていないことということなんですけども、これ一番その想定されるのが、その大企業の子会社さんであるような場合です。まあ、こういった方々についてはちょっと残念な減免の対象、この中小企業法人という枠ではまあ減免対象外になっておりまして、で、まあその大企業というのは何かと言いますと、要するにその中小企業以外の社ということで、まあ、その要件1を満たさない法人というふうに、まあ、定義させていただいております。なので、まあ、例えば従業員数が300人超えていて、資本金額も3億円超えているような、まあ、比較的大きな社を、まあ、大企業というふうに定義しております。で、大企業にじゃ支配されていないことというのはどういうことかと言いますと、で、こちら以下の A および E のどちらにも該当していることと書いてあるんですけども、多分お手元のテキストですと、その以下の A または E のいずれかに該当していることというふうになっているかと思うんですけども、こちらすいません、スライドの方が正しいので、ちょっとお手元のテキストで誤っている場合、ちょっと修正の方をお願いします。なので、A と E のどちらも満たしている必要がございます。で、まあ、アート E なんですけども、まあ、その簡単に申し上げますと、要するに大企業からその一定数以上株を持たれているかいないかという話でして、まず A なんですけども、まあ、その単独の、まあ、自分のところの株を持っている大きな大企業がいたとし、まあ、大きな大企業がいたとして、そこがま、その株式をま、その半分以上、まあ、二分の一以上、まあ、持っているか持っていないか、持っていなければ、まあ、A はクリアということです。で、もう一つ E の方なんですけども、その自分のところの株を持っている大企業が、ま、複数いたとして、その複数、まあ、それぞれの大企業が持っている株は、ま、その半分にはいかないものの、まあ、それらの大企業の株全部足したら、まあ、株式総数の3分の2以上に相当する場合は、まあ、アウトということで、まあ、3分の2未満であれば E もクリアというふうになっております。なので、一つの大企業から二分の一以上有していないこと、なおかつ、まあ、複数の大企業のトータルが、まあ、三分の二以上でないこと、であれば、大企業に支配されていないことというふうに、要件をクリアいたします。で、中小企業の法人については以上で、次に中小企業の、まあ、個人事業主の場合なんですけども、個人事業主の場合はもっとシンプルでして、以下の従業員数要件を満たしている個人事業主であることということで、資本金額や、まあ、支配要件等の、まあ、定義が、まあ、個人事業主には、まあ、ないので、基本的に従業員数だけで見ておりますが、基本的に、先ほどの表と同じような従業員数要件でして、まあ、こういった形になっております。で、
まあ、その、私の印象なんですけど、まあ、個人事業主といいますと、まあ、大体、その、少人数でやられている方が多いのではないかなと思いますので、まあ、大体個人事業主であれば、これぐらい、当然これぐらいには当てはまってくるんじゃないかなというふうに思います。で、中小企業の枠については以上で、まあ、中小企業のよくあるご質問なんですけども、ちょっとご紹介しているとご時間がないので、少し飛ばしていきまして、13スライド目で、まあ、問6というのがあるんです。こちらだけ紹介しておきます。間接的に大企業に支配されている場合、大企業に支配されていると言えるのでしょうかということなんですけども、要するに、まあ、自分のところの、株を持っているのは、まあ、中小企業なんですけども、その中小企業が、まあ、その大企業から支配されているという、まあ、こう二段階で、こう大企業に支配されているというような場合、まあ、これは大企業に支配されているって言えるんでしょうかというふうなご質問を最近よく受けるんですけども、あくまで考慮していただくのは、その直属の支配関係のみになりますので、まあ、こういった場合は、あの大企業に支配されているとは、まあ、考えていただかなくて大丈夫です。なので、まあ、こういった場合、先ほどの要件にはクリアというふうになります。で、問い7も、ちょっと次のスライドに行きまして、問い7もちょっと紹介しておきます。これも最近よく受けるんですけども、従業員数要件のところの従業員数には、まあ、その、連結の子会社の従業員も全部含めてカウントすべきなんでしょうかという質問を受けますが、連結ではなくて、単独の従業員数でお考えいただいて、大丈夫です。じゃあ、中小企業については以上でして、次は、研究開発型中小企業という方の対象枠に移っていきたいと思います。これも、まあ、法人の場合と個人事業の場合、二つに分かれているんですけども、研究開発型中小企業って、まあ、要するに何かと申します。まあ、研究開発に力を入れている中小企業さんのことなんですけども、こちらも、まず法人さんの場合ですけども、満たさなければいけない要件は大きく分けて2つございます。で、まず要件1の方なんですけども、これは先ほどの中小企業の要件1と同じでして、なので、従業員数要件か資本金額要件どちらか一方を満たしていれば、要件1はひとまずクリアということになります。で、もう一つ満たさなければいけない要件2番なんですけども、以下の1から3のいずれかに該当することというふうに、まあ、満たすことというふうに書いてあるんですけども、丸2、丸3はまあ、ほとんど、まあ、申請がないので、まあ、まあ、一番多いのはやっぱ圧倒的に丸1でございますけども、試験研究費等比率が収入金額の 3% を超えていることということで、まあ、その、簡単に申しますと、まあ、儲けたお金を結構試験研究費等に、まあ、試験研究等に費やしている、まあ、会社さんということで、まあ、研究開発に力を入れているというふうな、この、まあ、根拠になっております。まあ、この試験研究費等というのは、ま、何かと言います。試験研究費と、まあ、あと開発費も、ま、含まれてきます。なので、ま、そういった費用が、ま、収入金額の 3% を超えていれば、まあ、要件にはクリアということになります。で、個人事業主の場合なんですけども、こちらも、まあ、法人の場合とほとんど変わらないんですけども、要件は2つございまして、1つは、まあ、中小企業、個人事業主の場合、まあ、要件を満たしていることということで、まあ、従業員数要件を満たしている必要がございます。で、要件2番は、先ほどの、こちらの法人の場合の要件2番と同じで、まあ、試験研究費と比率が収入金額の 3% を超えていることという条件がございます。で、研究開発型中小企業に関してよくあるご質問なんですけども、まあ、よく、まあ、問1、ちょっとご紹介させていただきます。中小企業の要件と、研究開発型中小企業の要件との違いはというふうに聞かれるんですけども、その、この何かと言いますと、その、研究開発型中小企業なんだったら、まあ、もう中小、もうその時点で中小企業なんだから、わざわざその研究開発型中小企業の方の対象枠で減免受けなくても、普通にもう中小企業の方で受ければいいんじゃないのっていう。その、要するにこれ、研究開発型中小企業っていうのもこの中小企業の中にこう包含されてるんじゃないんですかというふうな質問を受けるんですけども、
まあ、確かに、従業員数とか資本金額の要件は、全く同じなんですけども、中小企業の方の要件で減免を受けようとした場合は、もう一つその要件が、まあ、します。大企業に、まあ、要件2番あったと思うんですけども、大企業に支配されていないという要件が、まあ、求められていたかと思います。一方でですね、その研究開発型中小企業の方は、見ていただいてもわかると思うんですけど、支配関係の要件が、ないです。なので、例えばその大企業の子会社さんとかであっても、その研究開発型中小企業の方であれば、減免を受けていただくチャンスはございます。まあ、まあ、その代わりに、ま、ちょっと研究開発要件が求められるんですけども、まあ、なので、別に完全に包含されているわけではなくて、こっちで受けられなくても、こっちで受けられるケースっていうのは十分に考えられるかと思います。で、問いにで、試験研究費及び開発費とは何でしょうかということあるんですけども、すいません、これ試験研究費及び開発費という言葉が、ちょっと前のスライドに出てこなくて申し訳ないんですけども、これ要するにこれ試験研究、先ほどのスライドの試験研究費等のことを試験研究費及び開発費というふうに言っております。なので、試験研究費等っていうのは何でしょうかというふうに、まあ、疑問については一応こちらを見ていただければわかるようになっております。で、研究開発型中小企業については以上になります。で、次に、小規模企業、ベンチャー企業という対象枠に移っていきたいと思います。次のページです。すいません。で、こちらは先ほどまで軽減率が2分の1とかだったんですけども、ちょっと上がりまして、軽減率が3分の1なので、手数料が3分の1になります。で、軽減、かなり大きい軽減率なんですけども、ちょっと満たさなければいけない要件もなかなか難しくなってきます。まず一つ目、小規模企業の方なんですけども、要件が二つございまして、一つは従業員数が20人以下、で、商業とかサービス業の場合は5人以下の法人であることが、まあ一つ条件です。で、もう一つの条件は、先ほどから出てきている、まあ大企業に支配されていないこと、ということで、定義は、これまで出てきた大企業に支配されていないという要件と全く同じです。で、次、まあ、中小ベンチャー企業の方なんですけども、こちらは満たさなければいけない要件3つございまして、1つは、まあ、資本金額、出資総額が3億円以下の法人であることということで、こちら従業員数等ではなくても、もっぱら、資本金額が3億円超えているかどうかで、しかも業種も一切考慮されないので、一律で3億円以下の法人であるかどうかが問われております。で、二つ目の要件なんですけども、まあ、設立後10年を経過していないことということで、まあ、設立から比較的、まあ、年次が浅い、まあ、会社さんであることが、まあ、条件です。で、最後の要件なんですけども、同じように大企業に支配されていないことという非支配要件なんですけども、ちょっとこれまで出てきた大企業に支配されていないことという要件と少し異なっておりまして、この中小ベンチャー企業でいうところのこの大企業っていうのは資本金額また出資総額3億円を超える法人ということで、その従業員数等ではなくてあくまで資本金額が3億円を超えている法人のことを大企業というふうに定義しておりますので、まあ、こういった社に、まあ、支配されていればちょっと要件3についてはアウトということになっております。なのでそこだけご注意いただければと思います。で、それぞれ個人事業主の場合もあるんですけども、こちらはかなりシンプルでして、小規模の個人事業主の場合、まあ、従業員数が20人以下の個人事業主である、まあ、商業またはサービス業の場合は5人以下であること、ということなんですけども、先ほども申したんですけども、個人事業主であれば結構少人数でやっていることが多いので、まあ、20人以下というのも、まあ、ほぼ20人以下なんじゃないかなという気がしますので、まあ、個人事業主さんであれば、まあ、こちらで受けていただくのが一番いいのではないかなというふうに思います。で、もう一つ中小ベンチャー個人事業主の方なんですけども、こちらももっとシンプルで、事業開始後10年を経過していない個人事業主であることというふうになっております。で、同様によくあるご質問なんですけども、問いさんだけご紹介しておきます。先ほどの中小ベンチャーの個人事業主で、その事業開始後10年を経過していない個人事業主であることというふうにあったと思うんですけども、
富さん、この事業開始の日っていうのはいつなんですかというふうなご質問を受けるんですけども、まあ開業、まあよく言われるのが、まあ開業届を提出した日でしょうかということなんですけど、その別にその開業届を提出していただいている必要は全くなくて、で、まあその事業開始の日というのもそこまで厳密に定義しているわけではないので、あくまでそのご自身でその事業をまあ始めたと言える日でご判断いただいて大丈夫です。で、問4、問5も少し飛ばします。で、22スライド目に行きまして、こちらは、あまり満たす方はいらっしゃら、ほとんどないのかなと思います。実際4月以降も申請はちょっとほとんどないです。ただ、軽減率はものすごく高くて、全対象者の中でも一番高い4分の1になっております。まあ、何かと言いますと、まあ、福島関連中小企業というふうに書いてあるんですけども、まあ、簡単に申しますと、まあ、中小企業であってで、なおかつその、福島県、まあ、その、で、まあ、福島の災害で、特に被災が著しかった、まあ、こういった地域で、まあ、事業を行っていて、まあ、その事業の成果を、まあ、その、出願したようなものであれば、まあ、減免が受けられるということなんですけども、まあ、なんで、こういった地域で、なんか、試験研究とか、まあ、事業を行っていて、まあ、それの結果を、まあ、出願するような、者であれば、まあ、このうちらの対象、まあ、減免を受けていただくことができるんですけど、まあ、あまりないケースかなというふうに思います。まあ、一応こういった、まあ、枠もございます。で、こちらも同じように個人事業主のバージョンがありまして、これも、まあ、個人の場合とほとんど同じで、従業員数をまず満たしていて、まあ、その福島での、まあ、事業の成果を出願するものであるということ。あと、まあ、こういった条件もあります。で、福島についてはちょっと以上でして、次に、こういった、まあ、非課税中小企業という、まあ、対象者をご紹介していきます。まあ、これもあまり申請はないんで、まあ、ちょっと簡単にご紹介させていただくんですけども、まあ、その、法人税非課税の中小企業ですとか、あとはもしくは個人事業主の場合は、まあ、事業税を非課税の個人事業主であるということが条件になっておりまして、まあ、簡単に言いますと、まあ、収入があまりなくて、まあ、税金が課されていないような会社さんであれば、まあ、その、受けていただくことができますが、まあ、あまりこちらも申請はないですので、まあ、参考程度にご参照いただければと思います。で、企業の、まあ、対象枠については以上でして、ここからはちょっと一風変わりまして、まあ、試験研究機関等ということで、まあ、要するに大学さんですとか、あと、独法さんが、まあ、対象としては、減免対象、まあ、減免枠になっております。で、まずはじめに、まあ、大学等研究者ということなんですけども、まあ、これは要するに、まあ、その大学と、まあ、その教授さんですとか、まあ、あと、その職員、研究員等の、まあ、職員であれば、まあ、減免が受けられるというふうになっておりまして、まあ、もうその教授ですとか、あと、まあ、その職員さんが、で、まあ、あって、まあ、もっぱら、まあ、研究に従事している者であることが条件なんですけども、まあ、そういった者が、まあ、個人名で出願してきた場合は、一応、こちらの、枠で減免を受けていただくことができます。で、もう一つ、大学等という風にあるんですけども、こちらはその出願人が、まあ、大学である場合、こちらはその大学の研究者ということで、個人名の出願である場合だったんですけど、こちらはその大学、出願人が大学である場合ということで、まあ、大学、まあ、もしくは高等専門学校等を、まあ、設置する者ということですので、まあ、例えば、国立大学とかだった場合、国立大学法人とか、まあ、私立だった場合、まあ、学校法人、なんちゃらなんちゃらみたいな、まあ、そういった社が出願人であれば、こちらの枠で減免を受けていただくことができます。で、次のスライド行きまして、で、独立行政法人ということなんですけど、まあ、独立行政法人であれば、まあ、減免を受けることができます。で、まあ、独立行政法人といっても、まあ、すべての独立、独法が対象になっているわけではなくて、一応こちらに掲げさせていただいている、
まあ、47つですかね、の独立行政法人さんであれば、減免を受けていただくことが、無条件で減免を受けていただくことができます。その下に試験独法関連 TLO というのもあるんですけども、まあ、TLO は、まあ、その、技術、まあ、その発明とかそういったものの、まあ、移転を促進するような社ということ、まあ、出願とかを促進するような社なんですけども、要するに独法の研究成果とか、そういったものを扱って、まあ、それらを実際に出願していたり、まあ、特許権を移転したりとかを行っているような、まあ、そういうビジネスを行っている社であれば、減免を受けていただくことができます。で、次のスライド行きまして、同じ TLO なんですけども、承認 TLO というものもありまして、まあ、こちらは何かと言いますと、まあ、大学の TLO なんですけども、まあ、有名なものだと、なんでしょう、東京大学 TLO とか、まあ、そういった会社さんがあるんですけど、まあ、大学の研究成果等を、まあ、その、出願したりとか、まあ、特許をいろいろ扱ったりするような、まあ、ビジネスを行っている会社さんでして、まあ、承認という名前がついているから、あれなんですけど、まあ、承認、具体的にまあ、その承認された社であることが必要です。で、そうした公設試験研究機関を設置する社ということなんですけども、まあ、公設試験研究機関って、ま、何かと言いますと、超公共団体が設置した機関なんで、まあ、公設試験研究機関を設置する社と、まあ、なんか、長たらしく書いてますけど、要するに、ま、地方公共団体ということで、まあ、その公設し、まあ、何かしら自分らが立てた研究機関を持っている地方公共団体であれば、減免を受けていただくことが可能です。で、最後、試験研究、まあ、地方独立行政法人ということで、まあ、地方独立行政法人で、ま、研究、試験研究等を行っているような社であれば、減免を受けていただくことが可能です。で、これら全部、軽減率は2分の1になっております。で、よくあるご質問は、ちょっと飛ばしていきたいと思います。で、最後なんですけども、まあ、個人さんを対象とした減免枠なんですけども、大きく3つございまして、1つは、生活保護を受けているような個人さん。で、もう1つは、まあ、市町村民税非課税が課されていないような個人さん。で、最後、まあ、所得税が課されていない個人さんという、まあ、3つあるんですけども、まあ、このうち上の二つについては、免除二分の一というふうに書いてあるんですけども、審査請求料と、あと、特許料の1から3年分については、全額免除になっておりまして、で、それ以降、ま、4年から10年分の特許料については、ま、二分の一になるというふうな、軽減率になっております。以上が、減免、具体的な、まあ、新減免制度における減免対象者で、それぞれ満たさなければいけない要件でして。じゃあ、ここからは、どうやったら減免申請することができるのかという、まあ、その方法についてご紹介していきたいと思います。冒頭でも申し上げた通り、新減免制度においては、もう、その申請書とか証明書類の提出が一切不要になりましたということなんですけども、じゃあどうやって減免の申請の意思を表示していけばいいのかということなんですけども、例えば、その審査請求料の減免を受けたいというふうになった場合、出願審査請求書に、特記事項というものを記載していただきます。で、まあ、何かと言いますと、まあ、これ出願審査請求書の一般的なフォーマットなんですけども、まあ、通常であればこの納付金額等まで書いて終わりなんですけども、その下のところに手数料に関する特記事項という墨付き括弧欄を新たに設けていただいて、まあ、そこに特記事項というものを記載していただきます。で、これ何かと言いますと、まあ、ここに書いてあるのは、まあ、特許法施行令第10条第1号、意に掲げる社に該当する請求人である減免申請書の提出を省略するとあるんですけども、まあ、このように書いていただければいいんですけども、ここのその特許法施行令第10条第1号いというこの条文番号は、それぞれどの対象枠で減免を受けるかによって変わってきます。まあ、それはちょっと次のページで紹介しているんですけども、要するにこういうふうに、
自分が何者であるのかというのをこう条文番号で表示していただいて、まあ、それに掲げる下に該当する請求人であると書いていただいて、最後に減免申請書の提出を省略すると、もうこのまま書いていただければ、で、もう審査請求書を出していただければ、もうそれだけで減免申請を受けていただくことが可能でして、まあ、それ以外に何かその自分たちで準備しておかなきゃいけないこととか、そのは一切ございません。で、まあ、それが、ま、1ポツ、2ポツなんですけども、まあ、3ポツ、まあ、共同室か、まあ、休減免と、ま、よくご利用されていた方では、あれば、ご存知かもしれないんですけども、まあ、共同室願の場合、まあ、持ち分の証明書等を提出を求められていたんですけども、まあ、その持ち分を証明するような証明も、提出も不要になっております。で、4ポツ目なんですけども、減免申請は、ま、出願審査請求書また時折の保証のテスト同時に行わなければならないというふうにあるんですけども、後出し減免というものが、旧減免ですと認められていたんですけども、それは一切認め、ちょっと、廃止いたしました。で、まあ、後出し減免って、ま、何かと言いますと、まあ、その、はじめはその、ま、減免意思の意思がなかって、満額でそのまま一切申請をせずに審査請求等を行って、で、後からその減免申請をそのするというふうな場合、まあ、一年以内であればその認めますよというふうな、まあ、事後的な、承認を一応、庁内運用で行っていたんですけども、ちょっと、そちらについては、新減免制度においては、廃止いたしております。なので、減免申請をされる場合は、出願審査請求書を出す際に、必ず特記事項を書いていただいた上で、申請していただくようお願いいたします。何も書かずに、その出願審査請求書を出して、で、後にその補正等で、そのこちらを追記するというようなことは、ちょっと残念ながら認めておりませんので、そこだけご注意いただければと思います。なので、特許事務所さん等をご利用されているような会社さんの場合は、出願審査請求をするときに必ず減免申請をする意思を伝えていただくのが良いかと思います。で、次のスライドなんですけど、まあ、根拠条文一覧というふうにあるんですけど、これがまあ、要するに特記事項に書くべき根拠条文でして、対象者ごとにそれぞれ異なっております。例えば、その、小規模企業の法人の枠で受けようとした場合、まあ、特許法制高齢第10条第4号ローというふうに書いていただいて、に掲げる社に該当する請求人である減免申請書の提出を省略するというふうに書いていただくようになっております。なので、我々はこの条文を見て、その、請求人が何者であるのかというのを判断いたします。で、まあ、これがまあ、以上がまあ、申請方法でして、まあ、最後、減免制度全般に関する Q&A ということで、いくつかご紹介していきたいと思います。まあ、ちょっと全部紹介していると時間がないんですけども、じゃ問い2をご紹介していきたいと思います。出願に、まあ、減免対象の、まあ、要件、まあ、その、従業員数が300人以下とか、資本金額が3億円以下とか、まあそういった要件っていうのは、いつの時点のものを判断すればいいんでしょうかというご質問なんですけども、これはあくまでまあその減免申請時点でどうであるかというでご判断いただいて大丈夫です。なので出願時点は従業員数、まあ資本金額3億円超えていたんだけども、まあ実際減免申請するときは3億円未満になりましたというような場合であれば、全然減免申請していたことができますので、まあ、それ以前の、ステータスについては一切問われず、あくまで、減免申請をするときに、まあ、どういったステータスであるかでご判断いただいて大丈夫です。で、問3をちょっと飛ばしまして、問4についてちょっと紹介していきます。一般社団法人や公益財団法人はこの減免措置の適用を受けられますかということなんですけども、会社じゃないんですけど、まあ、こういったその法人、の場合、まあ、減免って受けられるんですかねという質問なんですが、受けられるとすれば、この3つの対象枠のどれかになります。というのも、この3つの対象枠というのは、まあ、
戻っていただいて見ていただいてもわかると思うんですけども、例えば法人であれば、もう要件をクリアするというふうになっております。例えば小規模企業の場合、従業員数が20人以下の法人であることというふうな、条件になっておりますので、別に会社さんでなくても、法人であれば、この3つのどれかで受けていただくことができます。逆にその中小企業の枠ですとかだと、資本金額また従業員数のいずれかを満たしている会社であることというふうな条件になってありますので、ちょっとあちらの枠では、法人さんの場合、こういった社団法人さんとかの場合、減免の適用を受けることはちょっとできないようになっております。で、問い56も飛ばしまし、問い7も飛ばしまして、すいません。次のページに行きまして、問い8紹介させていただきたいと思います。審査請求時には減免申請していなかったんですけども、まあ次特許を認められて特許料納付するっていうふうになった時に、まあ減免申請することができますかという質問なんですけども、まあ全然こやちらしていただくことができまして、別にその審査請求時に減免申請していなかったからといって、それ以降ずっと減免申請できなくなるということはなくて、途中からでも全然減免申請していたことができます。で、問い9も似たような質問でして、特許料納付でその1から3年分の時は減免申請していなかったんですけども、4年以降減免申請できますかという質問なんですけど、全然大丈夫で、何年目からでも途中から減免申請することができます。で、問い11番、そうですね。で、ちょっと問い11紹介しておきます。審査請求料に関する減免申請してから、まあ、その、減免申請の適否について通知されますか。要するに、まあ、その、出願審査請求書を出して、無事減免が認められたかどうかっていうのを通知があるんですかというふうな質問なんですけども、こちらは実はその通知はされません。旧減免制度ですと、減免が認められた場合、通知書というものが、出ていたかと思うんですけども、新減免制度の場合はもうちょっと通知はなくて、要するに審査請求書に特記事項を書いていただいている形になっておりますので、その審査請求書の方式審査が、完了して無事に通ったことをもって、減免申請が認められたかどうかをご判断いただくというふうな形になっております。なので、もし、まあ、減免が受けられないというふうな、判断をされた場合は、審査請求書に対して、まあ、補正指令等がかかってきます。で、次飛ばしまして、40スライド目に行きまして、問14なんですけども、こちらは3分の1に、まあ、軽減される場合、まあ、1円未満の端数が生じること。まあ、こういう 3.33333 みたいな感じで、端数が生じることがあるかと思うんですけど、まあ、こういった場合、どういうふうにすればいいですかということなんですけども、こちら、切り捨てになっております。で、10円未満の端数、なので、1円単位と、小数点以下をすべて切り捨て、社後によりはなく、切り捨てた額で、納付していただくようお願いいたします。なので、まあ、こういった場合、最終的に3分の1した結果場合、まあ、場合、55,333.333 になった場合、55,330 円というふうに計算していただきます。で、まあ、特許料の場合も同じでして、で、特許料の場合、ちょっと最近、すごい、問い合わせが多くなってきているので、ちょっと周知しておきたいと思うんですけども、特許査定が認められた後に、まずはじめにその1年から3年分をまとめて納付するという形、まあご存知の方も多いと思うんですけど、まずはじめに1年から3年分をまとめて納付するという形になっております。なんで料金としては3年分払う形になると思うんですけども、ここでですね、これでまあその3分の1の減免を受けるというふうになった場合、その3年分の料金を3分の1にするわけだから、要するに、支払うべき額っていうのは、その1年分の料金なんじゃ、その1年から3年分の登録、設定登録、まあ、特許料っていうのは同じ額ですので、要するに、3年分の料金を3分の1にするわけだから、それ単年分の料金を払えばいいんじゃないのというふうに、考えられる方は多いんですけども、実はこれ微妙にちょっと計算結果が異なってきまして、
例えばその3年分で1万500円だった場合、それを3分の1にすると3500円になるんですけども、実際その減免を受ける場合、3480円になります。これ何か、なぜかと言いますと、その、3分の1の軽減の計算を単年度ごとに行っていただきたいんですね。なので、1年分の料金が、2100円足す200、なので3500円を、この単年分の3500円というのを、まず3分の1していただきますと、こういうふうに波数が生じてきます。なので、ここで一度波数切り捨てを行っていただいて、1160円というふうにしていただいて、で、これをその3年分なんで、かける3していただくという形ですので、波数切り捨てが、生じておりきますので、3年分を割る3した場合とちょっと計算結果が異なってきますので、そこをご注意ください。単年度ごとに3分の1して、その波数切り捨てというのをステップを踏んでいただく必要がございます。で、問い14については以上でして、問い15もちょっとすいません、飛ばします。で、問い15、43スライド目に行きまして、まあ、最後の、Q&A なんですけども、問い17、問い18ちょっとご紹介しておきます。問い17なんですけども、要件に該当することを証明する書面の提出を求められることっていうのは本当にないんですかという質問、確認の質問なんですけども、確かに証明書類の提出も求めなくなったんですけども、後ほど提出していただく可能性が全くないわけではないです。というのも、法律上は一応その特許庁が必要と判断した場合求めることができるというふうな、まあ、法律になっておりますので、全く証明書類が求められることはないという、ないことはないということだけ、まあ、ご承知いただければと思います。ただ、まあ、今のところそのどういった場合に、その証明書類を求めるのかというところがまだちょっと、具体的に整理が、まあ、できていない状況ですので、まあ、当面は、まあ、ないと考えていただいて良いんですけども、ただ、後ほど提出を求めることができるようになっているということだけご承知いただければと思います。で、問い18なんですけども、まあ、米国のスモールエンティティ、まあ、これ、まあ、要するに米国、まあ、アメリカの特許庁の軽減制度のことを、まあ、スモールエンティティって言うんですけども、まあ、これでは、まあ、その、アメリカの特許庁でも、やっぱりこういうふうに証明書類の提出を求めてなくても申請方式にしているようなんですけども、その虚偽の減免申請、要するに自分が中小企業じゃないのに中小企業として減免申請してきた場合、なんかその権利の無効化みたいなペナルティ措置がどうも法律上規定されているみたいなんですけども、まあ日本では同様の措置は導入する予定あるんでしょうか、もしくはすでに導入されているんでしょうかという質問を受けるんですけども、今のところ、そういった罰則規定等は何ら設けておりませんし、現時点でも、設ける予定はありません。で、まあ、なんで、まあ、仮に、まあ、虚偽はないと思うんです。例えば、よくよく確認したら従業員数がちょっと超えていたというような場合ですとか、まあ、そういった場合、でも、まあ、まあ、例えば、ちょっと、誤った申請をしてしまったような場合、でも、まあ、別に罰則、それ以降何ら不利益を、受けることはないので、そこだけご安心いただければと思います。で、最後、補足ということなんですけども、PCT の質軽減制度、交付金制度について紹介していきたいと思います。PCT 国際出願でもやっぱり国内出願と同様に、まあその軽減制度というものがございまして、まあ各種手数料が軽減されるようになっております。で、PCT の方ですと、その軽減制度と、もう一つ交付金制度というものがありまして、軽減される上に、しかもお金までもらえるのかというふうに、ちょっとこう書くと考えられる方も多いかと思うんですけど、ちょっとそういうわけでは、なくてですね、まあその PCT 出願をする際に、まあ、かかってくる手数料って、この大きく分けて、この送付手数料、調達手数料、国際出願手数料の3つの手数料があるんですけども、このうち、軽減対象になっているのが、この二つの手数料でございます。なんで、この送付手数料と調査手数料については、例えば中小企業さんだった場合は、その二分の一になるというふうになっております。
で、この国際出願手数料については残念ながら軽減対象にはなっていないので、ひとまず満額でお支払いいただく形になります。で、後からその交付金申請というものをしていただくと、中小企業の場合、その半額返ってくるというふうになっております。まあ、結局最終的にその、負担金額はその半分で済むという、まあそういうことなんですけど、まあ なんでそんな回りくどい、その、だったら初めから軽減してくれよというふうに思うかもしれないんですけど、ちょっと、こちらはそのいろいろ事情があって、特許庁がいただくお金ではないので、こちらについてはちょっと残念ながら軽減できなくて、あらかじめ満額払っていただく形になっておりまして、後からその、特許庁のお金から、まあその半額を返しするというふうにしております。なんでまあ、軽減対、交付金制度軽減制度というふうに書いてあるんですけど、結局はその負担金額が2分の1になるというところでは、まあ、国内出願と一切変わりはありません。で、予備審査の場合も、まあ、同様に、まあ、軽減の対象になる料金と、交付金対象になる料金の2種類がございます。で、同じく対象者がございまして、まあ、要件もあるんですけども、基本的には、対象者が、国内の場合とあまり変わっていなくて、PCT の場合、ちょっと、非課税の中小企業さんですとか、あと、個人さんについては、残念ながら PCT の軽減制度はちょっと対象外になっております。で、要件については、基本的には国内出願の場合と全く同じですので、先のスライド等をご参照いただければ大丈夫です。で、軽減率も、国内出願の場合と全く同じになっておりまして、まあ、交付の割合っていうのは、要するに交付金制度でどれぐらいお金がもらえるかということですけども、これも要するに、最終的な負担がこれぐらいに、横のその軽減率と同じになるように交付されるという形になっております。で、まあ、申請の流れなんですけども、まあ、その、軽減申請と交付金申請の2種類あるということなんですけども、まずその軽減申請は、その、出願と同時に行っていただきます。なので、国際出願をするときに、申請書を提出していただきます。国内出願の場合、申請書もいらなかったんですけども、PCT の場合、申請書は必要になってきます。ただ、証明書類は不要です。なんで、出願時に、まあ、申請書を一緒に提出して、出していただければ、軽減申請は完了いたします。で、お金を支払うときに、まあ、軽減対象になっている、この送付手数料と調査手数料については、もう軽減後の額なんで、中小企業であれば半額分だけ納付いただければ、大丈夫です。で、軽減対象になっていない、この国際出願手数料については、ひとまず満額お支払いいただきます。で、後に、この、交付出願手数料の、ま、交付分を受けるために、ま、交付申請書というものを、ま、事後的に提出していただきまして、まあ、手数料の納付は6ヶ月以内という、まあ、ちょっと期間が空いて、まあ、6ヶ月以内に、ま、提出していただければ大丈夫です。まあ、交付申請書というものを提出していただければ、国際出願手数料の、ま、一部が、ま、返ってくるというふうな、ま、流れになっております。なんで、ちょっと軽減制度と交付金申請制度、まあ、ちょっと2種類あって、ややこしいんですけども、まあ、こういうふうなステップを踏んでいただければ、最終的な全手数料の負担が、半分とか、まあ、3分の1で済むというふうになっております。で、まあ、参考なんですけど、まあ、PCT 出願も、従来と、まあ、異なって、制度がちょっと異なっておりまして、まあ、従来は、本当一部の企業さんのみが受けられていたんですけども、まあ、中小企業さんとか大学さんでも受けられるようになりましたということで、まあ、昔はその申請書とか証明書類が必要でし、だったんですけども、まあ、申請書類のみで、提出いただけるようになりまして、証明書類はいらなくなりました。で、適用関係なんですけども、まあ、軽減制度の場合は、2019年4月1日以降の出願が対象でになっておりまして、交付金の場合は、4月1日以降の申請が対象になっておりますので、交付申請の場合は、出願が別に施行日前でも、4月1日以降の申請であれば、受け付けていただけます。で、最後、審査請求の値上げということでちょっとご紹介して、あまりお時間ないんですけども、
ちょっと軽減制度対象者を拡大した関係で、審査請求料について若干ちょっと値上げさせていただいております。まあ、通常の審査請求料、まあ昔11万8千円だったんですけども、ちょっと13万8千円、ちょっと2万円ほどちょっと値上げさせていただきました。で、新料金、旧料金、どちらが適用されるかですけども、こちら出願日が2019年4月1日以降かどうかということなので、まあこれから出願にするものについてはもう、こちらの新料金の方の審査請求料でお支払いいただくということで、昔の出願で、これから審査請求をするというような場合は、こちらの方で大丈夫というふうになっております。で、ちょっと適用関係が、ややこしいんですけども、減免制度で、新制度か旧制度どちらが適用されるかっていうのは、審査請求日が基準になっているんですけども、審査請求料金が、新しい方か古い方どちらが適用されるかっていうのが、出願日が基準になっておりますので、ちょっと、複雑になっています。減免制度は新しいんですけども、料金は古いみたいな、そのちょっと新旧入り乱れる形になっておりますので、ちょっとそこだけご注意いただきたいと思います。講義は以上になります。どうもありがとうございました。